はい、鹿児島の山口農園機構です。今日は以前もご紹介したヒラキの充電式の電動バサミ TS27、 こちらのコメント欄に、硬い梅の木で、使ってみてくださいというコメントがありましたので、いろいろなものをちょっと切ってみようということで、もっと硬いヒバとかブドウの剪定とかいろいろ使ってみましたので、どうぞ動画をご覧ください。やっぱ力がいらない。